皆様、こんばんは。どうもです。ゆうのややさん、どうもです。かぶさん、今年は花粉が飛び始めるのは早いそうですよ。1月の下旬頃から飛び始めるらしいです。いやですね。かぶさん、花粉は大丈夫ですか？日本で一番多い花粉は、ヒノキとスギだそうです。ベルギーはいつ頃から花粉が飛び始めますか？日本と同じくらい、花粉症の人は多いですか？日本はヒノキとかスギだと思うんですけど、こっちは結構ね、雑草の花粉症の人が多いですね。で、僕もブタクサとかそういう系の花粉でやられちゃいます。はい。だから、岸田さんかなんか誰かが、スギの木をなんか、減らしていくっていう話ありましたよね。1月の下旬って、もうすぐじゃん。はい、皆様、悲報ですね、これは。のりこさん、こんばんは。かぶくん様、私も、1357様と一緒です。隣のトトロや、魔女の宅急便、娘と一緒に何度も何度も見ましたよ。昔の日本の原風景や、心温まる、ファンタジーの世界に浸りながら、思いやりや、優しい気持ちの、大切さを、感じて、とっても感動させていただきました。しかしながら、今のジブリの作品は、その頃とは路線変更をしたみたいで、どちらかというと、大人に向けたメッセージ性の強いものになってきましたね。僕もそう思いますね。昔の宮崎駿さんは、まあ、日本の風景とか、子供たちに向けてっていうか、なんか、でも、もののけ姫は結構荒かったから、そういうわけじゃないと思うんですけど、そういうのが多かった気がしますよね。まあ、だから、多分最近は、もうご高齢になってきて、多分自分のメッセージとかを伝えていきたいっていうのはあるんでしょうかね。宮崎駿さんのこう、なんだろう。なんかこう、内なるこう、気持ちをね、なんか届けるっていう、なんかそういう気がしますね。なんか、カブさん、宇宙エレベーターのコンセプトデザインがパリで開催されたコンペティションで入賞をしたそうですよ。会場の地球の港と宇宙を行き来する宇宙エレベーターだそうです。おお、これ待ってたんですよ。でも、実現をするにはかなり先の話だそうですよ。カブさん、実現すると思いますか？乗ってみたいですか？もしも本当にできたらすごいですね。でも途中で止まったりしたら怖いですね。これ僕ね、実現すると思います。っていうか、そんなに遠い未来じゃないんじゃないかなと思ってるんですよ。月に橋がかかっていたりとか、エレベーターがかかるんじゃないかって思ってましたんで、まあ多分、結構そんなに遠い未来じゃないんじゃないかな。嬉しいです。この朗報ですね。すごい乗ってみたいですね。はい、さらかれさん、こんばんは。公立小学校において制服は導入されているのは西日本の一部地域に限られているので、私立を除いてかなりレアな、シーンとなりますね。下面幼稚園ですと、意外と制服が導入されているところが多いですね。かぶさんに質問です。かぶさんが卒園した幼稚園は私服、それとも制服でしたか？私に関しては幼稚園は制服がありました。幼稚園の時ってどんな格好だったかな？いや、多分制服じゃなかったとは思いますね。いや、ちょっとね、覚えてないな。黄色いバッグを背負ってたっていうのは覚えてます。はい、そして今日広島県で開催された、全国男子駅伝大会は、長野県が3連覇を果たしました。3大会連続10回目の優勝です。1、4、5区は高校生、2、6区は中学生、3、7区は大学生と社会人が走る区間となっています。ちなみに、先週は全国女子駅伝大会京都で開催され、今年は宮城県が優勝しました。29年ぶりの2回目の優勝でしたということらしいですね。男子については長野県なんで強いんでしょうかね。なんか秘訣があるのかな。青学みたいにね。そして、ポーランドでは、ウクライナ侵攻でロシアの使用したですね、ミサイルは、ポーランドに侵入してきた事例があるようで、ウクライナのとの国境に近い地域にお住まいの方は、特に危機意識が高いんではないかと思います。NATO、北大西洋条約機構では、ヨーロッパ全域において、今後、ロシアと全面戦争になる可能性を想定しておくように呼びかけられているんですね。仮にそうなった場合は、
アメリカも加勢することになると思うんで、民主主義国家対、専制主義国家の大規模な世界大戦に発展する恐れがありますね。うん、ロシア、北朝鮮には本当にいい加減にしてほしいですね。そうなんですよね。ちょっとね、日本はなんか呼びかけられてますかね。ちょっとね、いろいろ水とか、なんかいろいろ準備しておいた方がいいかもしれない。ちょっと僕も、ちょっとね、いろいろ非常食で買っておこうかな。真面目に。うん。ちょっと今日ね、NATO のね、船が出てましたね。うん。後で紹介します。はい。では、ありがとうございました。